どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、シャイニング松坂式カオスドラゴンっていうデッキ、皆さん覚えてますか？以前まあ多分1、2ヶ月くらい前にご紹介させていただいたシャイニング松坂提供によるブルーアイズカオスデッキっていうのがあったんですけども、新セレクションボックスによって圧倒的強化を遂げたんでご紹介していきます。勝手に改良しました兄貴、すいません兄貴。でもこれ強いからマジで使ってみて兄貴、兄貴のデッキ勝手に改良した、ごめん。でオルタナティブじゃない、間違えた、レビオニア、無限なるパワーカード、こいつマジ禁止か待ったらしいでしょ、これそろそろ禁止 なんじゃねえ、これそろそろ禁止化されそう。根源流レビオニアがほんまに強い。効果はもう言わずもがななんですけど、一応もう一回説明しとくと、自分の墓地から光か闇のモンスターを合計3体除外すると特殊召喚できて、で、除外した属性の種類によって効果が3つあって、光のみだったら、光属性のモンスター特殊召喚、光属性っていうか墓地のモンスターを特殊召喚、で闇のみだったらハンデスで、光と闇の両方とも除外できたらフィールドのカードを2枚まで選んで破壊すると。もうやっぱこの最後の文章書いてること若干おかしいんだよな、書いてることおかしいんですけど、このカードはサーチできるんですよ、エクリプスバイバーンで。エクリプスバイバーンが墓地に送られると、まあ、ドラゴン族を敵から除外して、でこいつが除外されると除外したモンスターを回収できるっていう効果持ってるんで、まあ、これはね無限にね、OCG の方でも、まあ、よくあるギミックというか、ドラゴンというのはこのギミックみたいな感じなんですよ。で今回は墓地肥やしをしていくんで、援軍とかライトロードハンター雷光を使って、墓地を肥やしながら、太鼓の白石とかね、こういうのでブルーアイズを展開しつつ、あとコスモブレインとかで展開しつつ、エクリプスバイバーンを墓地に落として、でエクリプスバイバーンの効果でレビオニアを除外し、で、レビオニアが除外しておいて、エクリプスバイバーンをこの、ダークフレアとかレビオニアで除外しながら除外しておいた、レビオニアを回収していくと、そういうデッキになってます。ねマジでね、ヤクザなんですよやってること、結構ヤクザ、結構ヤクザ、墓地超えればね、まあ、やっぱりこれが1枚になったんでね、リンクスは。OCG の方でも、やっぱり結局芝刈りでダメみたいになったじゃないですか。リンクスもやっぱり結局同じ、その道を、同じね、わだちを辿ってるんですよ。鳥の芝刈り今、リミット1なんですけども、これとかも強いし、普通に、やっぱり援軍か芝刈りとか引ければ強いんで、この辺で墓地を肥やして、光闇貯めて、レビオニア出して、脳死で相手のモンスターとか、魔法トラップ破壊して、あとは鬼のような展開力でぶん殴っていくっていう、そういうモンスターね。めちゃくちゃ楽しい。やっぱね、まあ、原型はシャイニング松坂できたんで、あの人ね、天才です。はい。さすがね、趣味で、アカデミー賞取ってしまうだけあるわ。さすがやわ。アカデミー賞の賞金はおそらくね、セレクションボックスに費やしてることでしょう。というわけで、早速、シャイニング松坂式、混沌流会、やっていきます。デュエル。スタンバイ。さあ兄貴のデッキをね改良してきたんでご覧いただこうと思っております。ちょっと初動は強そう、エアファリス来た。まあでもヒーローもあれですよね、ディバインが入ってれば多分返せる、なんとか先行でやってもね。ただディバイン入れる枠マジでねえんだよな、マジでない。やっぱね20枚にヒーロー収めるはかなりきついもんがある。俺 OCG の方でもヒーロー確か俺なんか やりたいこと全部詰め込んで、なんかデッキ確かなんか50枚くらいになってるから今デッキなんか50枚くらいになってた気がするから、47、8枚くらいだったかな、なんかそんぐらいになってた気がするから、ちょっとですねやりたいことが20枚では収めきれんっていう問題がありまして、これからなんかシャドウミストとかなんか来たら本当にマジできついぞ。ヒーローやばいぞ、枠汎用カード入らんぞ。アドレスに来た、強い、めちゃめちゃ強いぞこれ。コスブリ来た、コスブリ来ちゃった、コスブリ来ちゃうとワンキルまでワンチャン見えんだよな。とりあえずブルーアイズを捨てまして、コスブリンを特殊召喚、そしてで
エクリプスバイバーモッセット、コスモブレインの効果発動、エクリプスバイバーを墓地に送り、ブルーアイツ、ホワイトドラゴン、特殊召喚、俺様のプライド、そして俺様の魂、貴様に見せてやる。ふーん、行くぞ。ヘルカイザー領、指じゃなかった。エクリプスバイバーの効果発動、デッキより根源流レビオニアを除外、そしてヒル発動、オルタナティブミオ、うおー、オルタナティブ、ホワイトドラゴンの効果を発動しなくてもいい。俺はドラゴン目覚めの旋律の効果を発動、デッキよりドラゴン族モンスター2体を回収していくぜ。そして光と闇が揃ってる、やばいこと起きた、やばいこと起きた。俺はこの3体のモンスターをゲームから除外し、現れよ根源流レビオニア、そして根源流レビオニアの効果発動、エクリプスバイバーンの効果もチェンジ発動。エクリプスバイバーンは除外しておいたドラゴン族を回収し、レビオニアの効果で相手のフィールドのカードを2枚選んで破壊する。なんだこのデッキは。神デッキすぎるだろこれ。これ神デッキじゃないこれ。兄貴、シャイニング松坂の兄貴、兄貴のデッキマジで強くなりました。ちょっと LINE します。対戦ありがとうございました。兄貴このデッキ結構強いぞ、面白いし、コスモブレインが無限に強いな。これどうしよう、これどうしたらいいと思う。これもう行っちゃっていい説もあるけどね、これコスモブレインで。いや古代ね、そこそこ辛いんだよね。古代はね、このね、なんか雷光お父さん、光のお父さんのなんかそのリバース効果を無限に止めてくるんで、マシンナーズギアクレームはいいだろう、ギアクレームでフォートレスをサーチいいだろう、強いな、なかなかに強い、その動きは。あー強い強い、それは強い。あーギアクレームも、ギアクレームも装備していく、強い。これは効果で戦闘で破壊される場合になんか顔に破壊するっていうカードなんだが、こいつを、え、こっちか。いやでもさすがにあれか、ギアフレームか。これなんかでも選んでだから別にモンスターでもいいのか、どっちでもいいや、同じだ、選んでやから、こうだ、オッケー了解。で太鼓の白石来た、強い、最強だ。最強だぜ、理想ムーブ来たぜ、来い、ブルーアイズ、ホワイトドラゴン、俺様のプライド、そして俺様の魂、貴様にお見舞いしてくれる。行くぜ。さあ俺の手札は何でもいい、ここは何でかってコストにするからだよ。俺は今引いたこのザコモンスターを埋葬し、デッキよりレビオーニア先生を手札に2枚加え、さらに俺は墓地に存在する光属性モンスター、そして闇属性モンスターの魂をこのゲームから除外する。雷光、落ちすぎじゃないこれ、雷光落ちすぎ問題。そして根源流レビオニアの特殊召喚、根源流レビオニアの効果発動。選んで破壊とか強すぎだろこれ。選んで破壊、これね一応対象取ればねピーピングして判定できるのにね、あいつかわいそうにな、現れよ。そしてコスモブレインの効果発動、もうてめえは殴れねえからいらん、現れよブルーアイズホワイトドラゴン。そしてフィールドのブルーアイズホワイトドラゴンはオルタナティブに変身する。見よこの圧倒的盤面バトル、滅びろオルタナティブバーストストリーム。兄貴このデッキマジで楽しいっす。さあお相手の方、カイバー社長よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、デュエル、ハンドは結構強い、ハンドは結構強い、これはもうゴリッゴリに壊してんじゃない、ゴリッゴリに壊していこう、ゴリッゴリに壊して、え、これめちゃくちゃ強いよこれ。これだ、戦慄もできるんでしょ次、最強じゃんこれ、やばすぎるよ。で太鼓の白石の効果も発動していく。
さあ、ブルーアイズホワイトドラゴンも出ていく。いや、やべえわこれ。クソ楽しいこのデッキ。やっぱブルーアイズって最高だな。まあ、あ、なんか俺コメント欄ではよくリュウさんってブルーアイズ似合いませんよねっていうなんかコメントめっちゃ来るけどな。こういうかっこいいモンスター似合いませんよねってめっちゃコメントで来るけどな。うん、そういうやつにはほんとうるせえって返してるけど。これは何デッキでしょうか。ミスラ、はあ、ははあ、ミスラ、なるほど。これは一体何のデッキだ。雷帝化身ミスラ、はいはいはい、なるほどね。ここは特殊召喚して遠くを出るって思った。誰やねん。フレームギア死流誰。なるほど、エンドフェーズに自分はステップでダメージ受ける。このカードがシミュレーションモンスターを攻撃した時、攻撃を入れればその時だけ相手だけにダメージだった。なるほど、貫通か。えっ、